それから数十分ほどいろいろと会話をした。だんだんと夫と義母の顔から笑みが消えていく。かなえ、お前なんともないのか。え、何が。いや、なんでもない。しびれを切らしたのか、そのように聞いてくる夫。明らかに何かを仕込んだのだろう。すると義母が急に立ち上がった。いたた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 。お腹を押さえながらトイレに駆け込む義母。母さん、どうしたんだよ。なんで私がこんなにお腹を痛めないといけないの。そんな、まさか。おい、かなえ、まさかお前お茶を入れ替えたりしなかっただろうな。入れ替えたわよ、私とお母さんのやつ。なんでそんなことをしたんだよ。はあ、入れ替えたら何かまずいわけ。私の名前はかなえ、30歳の会社員。夫のコウタとは結婚して2年になる。私たちは仕事関係で出会った。私が担当していた取引先に中途入社してきたのが今の夫だ。最初は入ったばかりでなかなか仕事に慣れていない様子だったが、その次に会った時は慣れた感じというか、堂々としていて仕事ができる人なんだなと思った。そのうち自然と距離が縮まっていき、デートや食事に行くようになった。そして告白され付き合うことに。その後は順調に交際を重ね、向こうからプロポーズされて私たちは結婚することになった。新婚生活はとてもうまくいっていたと思う。夫は料理が苦手なので、私が料理をいつも作っていたが、その代わりに夫は掃除や洗濯をやってくれた。ゴミ出しにも率先して行ってくれていたので本当に助かった。だがつい最近、夫の様子が変というか、私への態度が変わってきた。今までは私がどこに行ってもついてくるし、家の中では構ってちゃん全開の状態。逆にこっちが我慢してと注意して、まるで犬みたいにしつけないといけないような感じだった。それが最近はそういった感じで甘えてくることもまずない。今までは猫なで声で話しかけてくることが多かったのに、最近はむしろ冷たいくらいだ。飯は何？今日はコウタの好きなハンバーグだよ。そう。あれ？反応が薄い。せっかく夫のためを思って作ったのに。それからも夫の反応は冷たい。まるで私に興味がないみたいだ。当初はあんなにも優しかった夫、またいつか優しい夫に戻ってくればいいのだが。そして夫だけでなく、他にも私の頭を悩ませる存在がいる。それが義母だ。義母は結婚当初から私のことをいびってきていた。ちょっとかなえさん、どうしてお茶菓子を用意してないの。そんなことを言われましても、いきなりお母さんが来たので。普通は予想して準備しておくもんでしょう。いや、そんなの無理だろう。今までは夫が私の味方をしてくれて、義母に言い返してくれていたのだが、最近は夫も一緒になって私を攻撃してくる。本当にかなえは気が利かないよな。母さんがいつ来てもいいように準備するのが嫁の務めだろう。そんなんじゃ俺にいつ捨てられるかわからないぜ。そんなようなことを言って夫は離婚をちらつかせる発言をしてくる。前はそんな人じゃなかったから私は動揺してしまう。悲しい気持ちもありつつ、まだ夫を信じたいという気持ちが入り混じる。そんな中、ある日ありえない出来事が起きた。とある週末に義母が家にやってきたのだが、その日はなぜかお茶とお菓子を持参してきた。高そうなお茶を持ってきていて、私に嬉しそうに話す。今日はとても上等なお茶をわざわざ買ってきたのよ。みんなで飲みましょ。なんだろう、なぜかめちゃくちゃ優しい。逆に何か悪意があるように感じる。そして夫も、母さんありがとう、それじゃあ今日は俺がお茶を入れるねと発言。最近は私に、早く準備しろよ、母さん待たせてるだろうなんて雑な言い方をしているのに。どうして今日に限ってこんなに優しいのだろうか。私が不安になっていると、夫がニヤニヤしながらお茶を運んできた。ああ、いい香りね。義母はお茶に顔を近づけながらそのように言う。私は恐る恐る顔を近づける。匂いは普通のお茶の匂いだ。でもなんか一瞬泡みたいなのが浮かんできたような。絶対これやばいよね。これは飲んだらやばい気がする。どうしよう。私はどうにかしてこのお茶を入れ替えられないかと思考を巡らせる。あ、そうだお母さん、
お母さんが好きな韓国アイドルがこの前音楽番組に出てて録画したんですよ。よかったら見てください。まあ本当に？早速見るわ。そう言ってリモコンを取りに行く義母。あ、そうだ、あなたお菓子は？お茶は出したのに用意するの忘れたの？私は夫にはそのように言った。夫はプライドが高いのですぐ挑発に乗る。今やろうと思ってたんだよ、待ってろ。そう言って皿などを取りに行く夫。私は二人が見ていない瞬間に義母のお茶と私のお茶を入れ替えた。そして二人とも食卓に戻ってくる。さーてお茶をいただきましょうかね。そうだな、せっかくの高級なお茶だもんな。そう言ってお茶を飲み始める義母と夫。そして私が口をつけるのを注意深く見てくる。確かにいつものとは違う感じがしますね。私はそのようにコメントを言う。夫と義母はニヤニヤしている。そうだろ、やっぱり違うだろ。うん、おいしい。おいしいという発言に夫と義母が声を上げて笑う。そうかい、おいしいかい。絶対なんか入れてるだろう。私は、はい、とてもおいしいですと言ってお茶を飲み干した。夫と義母はニヤニヤしたままだ。それから数十分ほどいろいろと会話をした。だんだんと夫と義母の顔から笑みが消えていく。かなえ、お前なんともないのか？え？何が？いや、なんでもない。しびれを切らしたのかそのように聞いてくる夫。明らかに何かを仕込んだのだろう。すると義母が急に立ち上がった。えたた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 お腹を抑えながらトイレに駆け込む義母。母さん、どうしたんだよ。なんで私がこんなにお腹を痛めないといけないの。そんな、まさか。おい、かなえ、まさかお前お茶を入れ替えたりしなかっただろうな。入れ替えたわよ、私とお母さんのやつ。なんでそんなことをしたんだよ。は？入れ替えたら何かまずいわけ？それって私に最初に出したお茶に何かやばいものが入ってたってこと？いや、それはその、ちゃんと話して。じゃないとちゃんと対処できなくなってお母さんが危ないわよ。私がそう言うと夫は正直に話した。実はかなえのお茶に大量の粉状にした下剤を仕込んでいたんだ。はあ？そんなことをしたらお腹を壊すに決まってるじゃない。しかも大量って、命の危険まであるわよ。そんなに？早く救急車呼んで。わかった。そうして救急車で運ばれた義母。夫は動揺しながら慌てて義母に付き添っていった。私は夫が下剤を仕込んだというお茶を水筒に移して証拠として保存することに。これをもって警察に被害届を出そう。夫と義母が病院に行っている隙に私は荷物をまとめることに。実家に連絡して荷物を運ぶのを手伝ってもらい、私は実家に帰った。実家に着くと夫から連絡が。ちょっと母さんが大変なんだ。結構ひどい状態みたいで、2、3日入院しなければいけないらしい。だから着替えとかいろいろ持ってきてほしいんだけど、いいかな？はあ？何言ってるの？そんなの嫌に決まってるじゃない。おい、それはないだろ。母さんが大変なことになってるんだぞ。嫁なんだからそれくらいちゃんとしろよ。もうあなたとは無理なの。離婚させてもらうから。離婚？私が離婚というワードを出すと、夫は少し黙った後でこう言った。そうか、どうしてもお前が離婚したいって言うなら仕方ないな。でも離婚と言い出したのはお前だからな。財産分与はなしだぞ。何言ってるのよ。離婚の原因を作ったのはあんたでしょ。だからちゃんともらえるものはもらうわ。ふざけるな、俺は一銭だって支払わないぞ。離婚はお前が勝手に言い出したことだ。俺に落ち度はない。私は呆れてしまった。そもそも私に大量の下剤入りのお茶を飲ませようとした時点で落ち度しかないだろうが、それなのにどうして自分には責任はないと思えるのだろう。それに夫には絶対に有責となる理由がある。しかし私がそのことに触れる前に電話が切れてしまった。まあ私も弁護士の手配とかいろいろとやることがあるので、とりあえずは放っておこう。その後夫からは、なんでお前の荷物がなくなってるんだよとか、お前が家事をしないから家が荒れてるだろうなど、理不尽な自分勝手な LINE がたくさん来ていた。いや、あんた離婚してもいいと思ってるんだよね。私と別れた時点で家のこと自分でしなきゃいけないの分かってる？いろいろと突っ込みどころがあったが、私は弁護士の手配が終わるまで夫には返事をしなかった。
その後義母が退院し、夫と義両親が私の実家にやってきた。夫も義両親も機嫌が悪そうだ。離婚は仕方ないけど応じてやるよ。お前は母さんがあんなことになっても病院に見舞いに来るどころか荷物をまとめて出て行ったんだからな。そんな女と結婚生活を続けられるわけないだろう。夫は上から目線でそのように言う。義母はずっと私を睨みつけている。そしてどうやら夫と義母が都合のいいように話を聞かせているようで、義父も夫の話を信じている。かなえさん、さすがにちょっと自分勝手だと思うよ。義父は唯一まともな人なのだが、確かに夫たちの話だけを聞かされてしまったらそう思ってしまうだろう。私はスマホを取り出し、ある音声を再生した。実はかなえのお茶に大量の粉状にした下剤を仕込んでいたんだ。いろいろな意味で確実な証拠となる音声。この音声を聞いた途端に夫と義母の顔が青ざめていく。どうしてその会話が。夫は自分で墓穴を掘ってしまっていたのだ。お父さん、私は身の危険を感じてとっさにお母さんのお茶と自分のお茶を入れ替えたんです。そしたらお母さんが急にお腹を痛めてという経緯になります。お母さんは今までも私に対して嫁いびりをしてきました。それで今までは夫が義母に怒ってくれていたのですが、最近は一緒になって私に攻撃をしてくるんです。そしてついに一線を越えるような行動に出たんです。私の説明を聞いて義父は怖い顔をして夫と義母を睨みつけた。あ、今度はどういうことだ。お前も嫁いびりをしてたって本当か。義父に詰め寄られてしどろもどろになる夫と義母。いや待ってお父さん、これはただのドッキリだったんだよ。カナイがお腹を壊して実は下剤を仕込んでましたみたいな。俺が嫁いびりなんてするわけないじゃん。私もそうよ。ちょっとカナイさんをからかってただけよ。それを嫁いびりって言われてもね。どれだけふざけてるんだろうか。そんな風にいつまでもしらばっくれることができると思わないでください。コウタさんが私に対してひどい態度を取るようになった理由ってこれですよね。そう言って私は封筒を出してテーブルに中身を広げた。それは更新所に依頼して集めてもらった不倫の証拠写真だった。夫の顔がさらに青ざめていく。どうして。私が何も知らないとでも思ってたの？あなたの態度があまりにも冷たいから怪しいと思って調査を依頼してたのよ。まさか本当に不倫をしてるなんてね。どうせ私に嫌がらせをしてこっちから離婚を切り出してくれるのを狙ってたんでしょう。どうやら図星だったようで、夫は冷や汗をダラダラと流していた。私はとどめを刺すように夫に離婚届を突きつけた。いくらアホなあんたでもこの状況で離婚届を突きつけられたら不利なのが自分だってわかるわよね。もちろん慰謝料はもらうし、財産分与だってちゃんとしてもらえますからね。あとそうだ、今回の下剤を仕込んだ件も暴行罪として届け出を出すからね。警察。ちょっと待ってよ。それはいくらなんでもコウタがかわいそうじゃない。はあ、何言ってるんですか。夫だけじゃなくてお母さんも同罪ですよ。協力してたんですから。ちょっと待って、なんで私まで逮捕されることになるのよ。下剤を仕込んだのはコウタなのよ。はあ、母さんがこの作戦を思いついたんじゃないか。俺にだけ罪をなすりつけようとするんじゃねえよ。何よ、あんたが新しい嫁候補ができたから協力してほしいって言ったんじゃないのよ。喧嘩を追っ始める夫と義母、どちらも罪を認めない姿はクズそのものだった。そしてついにしびれを切らした義父がブチ切れた。ええ加減にしろ。お前たちは二人とも犯罪を犯したんだよ。諦めて二人で責任を取れ。警察に連れてかれても文句は言うなよ。そしてコウタは不倫に関しての責任もちゃんと取れよ。慰謝料もきっちりカナイさんに支払え。そして財産分与もちゃんと分配しろ。義父の怒声が鳴り響き、完全にビビる夫と義母。私の父が危うくブチ切れる寸前だったので、先に義父に切れてもらってよかった。私は後のやり取りは弁護士を通してやりましょう、だからさっさと離婚届にサインしてちょうだいと言った。夫はここまで来ても渋っていたが、義父がまた怒鳴ったので怯えながらサインした。本当に私のバカ息子とバカ嫁が多大なご迷惑をおかけして本当に申し訳ございませんでした。義父は私たちにそう言って夫と義母を連れて帰った。その後私は弁護士を通して元夫と不倫相手に慰謝料を請求。それぞれから300万を支払ってもらった。そして元夫と元義母に対して暴行罪で警察に届けを出した。
その際に夫がわざと下剤を仕込んだという音声とその時のお茶を証拠として提出したので2人は逮捕された。2人とも罰金が科せられることに。ちなみに今回の件で義父は義母に愛想を尽かし離婚を突きつけて別れていたので、義母は自分で働いて罰金を支払わなければいけなくなった。だが元夫とはお互いに裏切る発言をして仲違いしているので、義母は自分の息子にも頼ることができず、現在は安月給のアルバイトをしながら必死で罰金を支払っているそうだ。また元夫についてだが、不倫相手から絶対に私に迷惑かけずに結婚までできるって言ってたのにとキレられたそうで、代わりに元夫が不倫相手の分の慰謝料も支払うと約束したらしい。それで元夫は消費者金融にお金を借りて不倫相手の分の慰謝料を私に一括で支払ったのだが、その瞬間に不倫相手は行方をくらましたそうだ。要するに元夫は私にも不倫相手にも捨てられて多額の借金だけが残ったというわけだ。本当にいい君だ。一方私は無事にもらえるものがもらえて、財産分与でも自分の分がちゃんと確保されたので一安心だ。現在は単身用のマンションに住みながら仕事に打ち込んでいる。そしてつい最近昇進することになったので、そのお祝いに友達か親と旅行に行こうかなと思う。下剤入りのお茶をわざと飲ませようだなんて普通に犯罪ですよね。何がドッキリですか。夫と義母は地獄の底に落ちるべきですね。とりあえず義父がまともな人でちゃんと理解できる人でよかったです。今回は災難でしたが、主さんに今後素敵な人が現れることを祈っています。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。